スブスリーゾーン。しまった紫バラ。うちのセンターは紫バラだ。ムラジンストップ。セーリンはあくまでうちと同じフォーメーションで来るつもりか。決めろパス。1度目のリリース時にそのまま青峰と戦った時のようにゾーンにさえ入れれば。このまま行くと全くバカ野郎が、このままじゃ負けだな。鏡なんすかその低たらく。あれ知り合いかと思ったら違ったっすね。どうやら純血は紫バラッチとやることになりそうっすね。こんなんだったら練習試合の時の誰かさんの方がよっぽど怖かったっすよ。鏡戻れ。カウンターだ。やりゃできんじゃねえか。面白い。まるで鳥だ。よくせ。悪いな、ちょっと力入りすぎちまった。俺やめた、交代してよ。ざっけんだろな。あいつの才能に嫉妬してきたんだからな。怒りで気が変になるぜ。いい加減。しょうがないから最後までコートにはいてやるよ。紫バラだけじゃない、氷室も何か吹っ切れた感じだ。点差を縮めるにはどこかであの連携を止めなきゃなんねえのに。クロ、メンバーチェンジです。ただいま。キヨシ、何回ひねりつぶされれば気が済むの。しぶとすぎでしょ。終わったわけじゃない、楽しんでこうぜ。果たしてこの超難関突破できるか。セーリン来るぜ。ミラージュシュート。1度目のリリースのタイミングで飛んだ。味方もかかるほどのフェイクは大したものだ。俺にフェイクは通じない。分かってたよ、読み勝てないことは。高さが劣る選手でも届くのさ。諦めるな。俺たちは勝つ。Up!
流星のダンク、ネテオジェム。やったー！逆転！逆転だ！まだな！アクシン！だからこれで終わりだ！クロコッチは気づいていた。紫バラッチが飛べないことを。諦めるってことを知らなすぎんっすよ。ほんと負けたわい、あざした、ね、全員よくやった。帰るぞ。よし。取材？そう、月バスの。変に構えないで、自然にしてりゃいいんじゃないか。一番印象に残ってる試合はどれですか？一つには修徳戦ですかね。修徳とはまたやりたいですね。うっす。いずれ勝つ。当然。まあその前にでっかい山があるけどな。じゃあ加賀美君は？いや、どれも全力でやってるだけなんで。青峰選手についてはどう思っていますか？次は勝つ。黒子くんは？彼の話は外せないでしょう。どれも全力でやってるだけなので。加賀美くん、ちょっといいですか？さっき表に行くのを見ました。ちゃんと仲直りしてください。